ティーチャークーボー、ティーチャークーボー。いや、まだ僕生きてますね。生きてます。生きてます。あ、そうそう、去年ね、この、なんだ、フェスに、そう、ナイトライダーいましたね、一台。そういけば思い出したんですけど、去年一台だけナイトライダー、あれ久保さんの車と一緒やな、っていう、一台いましたよ。そうそう。だから今年、なんか結構来るみたいなんで、うん。まあ、ちょっと、あれですね。はい。ということで、まあ、無事、目的地には着いて、まあ明日なんですけど、久保さんなんか、YouTube、削除されたらしいじゃないですか。削除。僕、赤番食らってるんで。赤番食らった時の話、でもね、久保さんね、あんまりね、その赤番の話もするとあんまよろしくないらしいですけどね。赤番の話をね、するのもあんまり、なんか、どんな微妙なのかな。まあ、ちょっとタイトルは普通にしときます。まあ、僕が、まあ、赤番食らったのが、もう5年前か結構経つんですけど、警告メールが来まして、1個削除されて、で、異議申し立てをしました。だから、こう普通に喋ってるところなんですね。で、タイトルも普通です。タイトルね、確かね、勉強会なんですよ。勉強会なんですね。なんちゃら勉強会だったような気がするんですけど、それが警告来て、どういうことみたいな。ありえないじゃないですか。まあ、久保さんのは今回攻めてると思うんで、タイトル。で、ありえなくて。で、異議申し立てしたら、なんかこれもダメです、あれもダメですって赤番食らいましたね。だ今はね、なんかあんな感じちゃんと丁寧に来るらしいですね。昔はなんか英語で全部来て、訳してなんか、あれやりましたけど。びっくりしましたね。まあでも赤番食らってから1万6000本ですからね、僕ね。そう、赤番食らった。懐かしいっすね。でも赤番食らった次の日にも違うアカウントで動画撮ってましたからね。なんか今回のテーマは、人生何があるか分かんないよって話ですね。人生何があるか分かんないし、どうなるか分かんないし、まあ絶対っていうのはないんで、でもそんな中生きていかないといけないわけですよね。だから大事なのは、その状況になった時に折れるか折れないかなんですよね。多分そうじゃないですか、久保さん。麻雀店で借金だらけでね、折れてたら多分ネットビジネスやろうなんて思わないですよね。折れてんだから、もうね、久保さん、もう俺もうダメだみたい、もう俺は無理なんだなみたいな。やっぱね、そこは踏ん張れる力ですかね。踏ん張れる力にしとこう。あんま動画5分ぐらいに収めないとアップロードできないんで。踏ん張れる力ですね。で、この踏ん張れる力って、どうやって養うのかっていうと、やっぱね、日々の鍛錬ですね。だってやっぱね、動画撮りたくないなと思っても撮るとかね。なんかやりたくないけどやってくっていう、このなんか、ちょっとなんか気持ち浮かないけどやるっていう、この微差力というかね。斎藤ひとりさんの本流に言うならば、微差力ですね。まあ、ちょっとやりたくない。だ大きいことって結構重いですけど、これってちょっとやればいけるんですよ。でもこのちょっともみんな、ちょっとみたいな感じでできなくなるんで、でもそのちょっとをね、乗り越えまくってると、いざ大きい、波が来た時も、まあ、なんとかできるっていうね。だから日々ね、やっぱちょっとでも乗り越えるっていうことが大事ですね。だからいきなりその大きいのはやっぱ無理なんで、常に日々からちょっとしたことを乗り越え続けてる、っていうことをやるのが大事かなと思いますね。はい。だから今日、なんだろうな。昨日の自分と今日の自分も一緒、今日の自分と明日の自分も一緒、何も変化もないとか、なんかそういうのだと多分難しいですね。ということで、いってらっしゃい。